文字などを立体的に掲示する簡単なヒントをご紹介します。身近にある段ボールを使って簡単に作る方法です。まずこの段ボールを掲示したい文字より一回り小さく切っていきます。ハサミで切っても構いませんが、分厚いので押し切りなどを使うと簡単に切れます。大きさは掲示したいものより一回り小さく切ります。それを裏に糊で貼っていきます。配置を決めたら、これを台紙に貼っていきます。段ボールの厚み分少し浮いた状態に貼ることができます。ちょっと立体感がある仕上がりになりました。簡単な方法なので、いろいろ応用してみてください。